さあ今週も馬券を外しましたというわけで恒例の今夜も結果論でございます。まあ、今週ね振り返るのは天皇賞秋。まずね外したポイントで言えば3着にステファノスがやっぱ来ちゃったと。まあ4着5着かな、このままその辺の着順の馬だよなということでまあ、外してみたんですが、外すんだったらこのまま3着っていう意味ではね案の定の外し方ですね。ただしそれ以外の部分、まあ4着はもう買ってないからあれなんだけど、1着2着に関しては予想がほぼしっかり狙った通りと。まあなんだったら馬連とかね、まあもしくはねこんなオッズだったらモーリスの単勝でよかったなと、まあ馬券の買い方が下手だったっていうぐらいで、今回のまあ僕の馬券の反省自体は済ませておきたいと思います。まあそしてね、なんで栄新光がこんなに人気したんだろうという意味で言えば、まあ、ただ栄新光のね逃げての着差で言えばもうちょっとボンと逃げちゃって、まあ、左回りだとなかなかそういうレースも栄新光にとってもこれまで少ないけれども、ボンと逃げちゃってうまく絡まれたら絡まれたらもっと逃げちゃってもよかったとかね、やれば、まあ、単勝のこのオッズぐらいの比率では逃げ切ることができたのかもしれないと。そういう意味ではね、栄新光さんの単勝を買うっていう行為自体はいいと思います。ただし、結構ね、馬券とかそういうののね、合成オッズでも、同じぐらい売れちゃってたと。なんだったら栄新光に関しては2着3着の目はどうせないんだから、単で買うのはいいけど、服、まあ、三連服とか馬連の軸にするのも含めて服で買うのはアホと。まあ、その分、まあ、当然モーリスを買うべきだったって結論なんですけども、まあ、例えばね、モーリスに関して言えば、まあ、マイルのチャンピオンとしてね、去年君臨したのが、安田記念で逃げ馬捉え損なって、で、札幌記念で逃げ馬捉え損なってと、今年はいまいちというふうにも言えると。まあ、特にね、逃げ馬1回ぐらい捉え損なうのはね、アップセットは最強馬にとってよくあることということなんで、まあ、2回はちょっと追い出を最強というにはどうなのかなっていうのと、まあ、何よりね、札幌記念のレース内容、まあ、その札幌記念の段階では、G3 程度ポヨッと勝ったぐらいのね、3歳馬に最後迫られてるようじゃねと、2000どうなのかなと言えたところ。ところがね、この評価、先週で変えなきゃいけなかったんです。まあ、つまり競馬をちゃんとやってる人間、毎週見てる人間だったら、札幌記念の段階でね、モーリス芝2000どうなのかなと思ってたところを、そう、3歳でね、G3、まあ、それも隙間の G3 勝ったような程度の馬に最後差し込まれてたっていうところから、まあなんだかんだでその差し込んでた馬が G1 2着に来た、菊花賞2着に来たっていう段階で、まあエアパスカルあたりにもね先着してきた段階で、まあなんだかんだで3歳トップクラスと互角の勝負をしてたと。芝2000で差し込んできたのは3歳トップクラスだったぞということで考えを改めなきゃいけなかった。まあ、ましてね、騎手がムーアと、そのあたりも勝負がいろいろとね、勝負がかりのポイントだろうっていうことを考えなきゃいけなかったと。まあ、そういう意味では、まあ、前の週の結果を受けて、モーリスの評価を再評価できないでね、札幌記念で不安を見せたと思ったまんまにしてたとしたら、やっぱり競馬 G1 しかやらないにしても、その G1 の結果すら覚えてない、まあ、いわば初心者なのかなと。初心者と同じような、まあ、踊らされてるだけなのかなってことでね、もっと考えて予想した方がいいんじゃないのって言いながら、僕も単勝買ってない、単勝勝負にすればよかったなと。三連単五等ボックスとかで言っても、モーリスの単勝オッズを見た時点で単勝勝負すればよかったんですけども、まあ、それ以前にモーリス買えなかったって人はね、もっと競馬をしっかり見ましょうと。まあ、G1 だけ見てたってそういうふうに結論考え直すことができたはずです。 G1 すら見てないんじゃないのというところですね。まあ、ですので今回モーリス買えなかった人は猛省していただきたい。まあいわばまあ穴党でね、もっと穴馬狙ってたんだと、里のクラウンとかね、どうしてあんなに負けちゃうのと、逆に何かあったんじゃないのって不安なんですが、まあそういったね、穴馬を狙ってた人以外で、栄新光とモーリスでね、モーリス買えなくってっていう人は、まあ、にわかレベルのミスをしてるんでね、猛省を求めたいところです。
馬券の買い方でミスってますけどね、僕もということで、まあ、今夜もね、結果論以上、ハッチでございました。